バンド名がラブ&ラーティーなんですけど、1曲目と2曲目は全然違うバンドです。わからんけどな、そんな俺ら全部同じやん。スピーチ全然何も考えてなかったんですけど、すぐ入って最初にどの音楽が好きって言われて、メタルコアとかが好きですって言ったら、それがその名前になっちゃって、そのメタコアさんって呼ばれるようになって、まあ、踏んでる向井生さんと鎌切さん、すごいお世話になって、なんか鎌切さんはフレッシュマンぐらいの時から結構一緒に踏んでなって、もう本人は去年2回生が入ってきた時のフレッシュマン。フレッシュマンからすごい VK とか重たいやつを一緒にやってもらってて、引退はどうしてもこの3人とやりたいなと思って、このバンドでちょっと無理を言って組んでもらいました。2年半早かったなと思って、その今の4回生とかもっと上の人もすっごいいっぱい組んでもらって、同期はあんまり組めなかった気がするんですけど、それでも楽しかったなと思って、なんか引退しても全然バンド卒業ライブもあるし、なんかまだしたりないなぁとは思っているんで、やり足りない、やり足りない。俺もやりたいやったことない。あ、すみません。2回生の引退まではちょこちょこ出たいなと思ってます。荒亀さんの家のシーツ汚した件について話そう。ほんまにダメです。言うこともないんで、スピーチは終わります。最後取れない。こんにちは。こんにちは。はい、知らない方の、はい、島村楽器の店員なんですよ、実は。で、今回、メタコはやっぱボーカルなんで、なんかちょっとマイクとかあげたいなと思って。みんなで相談して、なんかいいのないかなって、買ってきました。怪しいな。中に袋いくらだか怪しいな。ケンチングッズや。めっちゃ好きやん。
さん、来てみてほしい。みんなそういうやつじゃない。実は先に3人で考えてて、和樹くんが喜ぶメタバラさんがするコスプレのやつを買おうとなって、犬のコスプレのやつを買ったんですよ。で、僕がネットでアマゾンで購入したんですけど、配送業者がまだ届けてくれんくて、ちょっと間に合わなかったんで、犬になれるものを買ってきたんで、今ここで和樹くんに犬になってもらってっていうプレジャントはね。ジャーキーっていうあれなんで、それでちょっと食べてもらおう。俺らは何を見せない。家でやれ。家でやれ。今日の夜でいいのに。こうやって開けるんだよみたいな。せめて脱げ、せめて脱げ。いいの、本気だもん。本気だもん。いやの方が似合うやん。いや、なんかちょっとおしゃれみたいになる。チョーカーや。次に可愛くはないやん。これ、いっちゃんきついやん。あとジャイの首は無理やん。ジャイ撃てとか、岩見がウルトラしてるな。さて、タマちゃんです。タマちゃんもレース上げてるな。これちゃんと四つん這いになれって。キャラネタコアの前やったらやる。何の時間。可愛いじゃないよ。遊戯王がほんと好きで、それで実は仲いいっていうのがあって、たまに一緒にアプリのやつやったりとか、遊戯王トークで朝まで1週間話したりとか、それで合宿後にエグゾディアが出たんで、また期待しておいてください。なんか何しろ、デュールリンクスのフレンド募集してるんで、やってる人声かけてください。Thank you.
次私の朝の目覚ましの曲やります。爽やかなやろうな。恥ずかしい。絶対違う。頑張ってね。
ありがとうございました。